はい、今日は前髪のかき上げスタイルを作りますね。ここの7対3ぐらいで取ります。で、ここを狙います。ここだけは こちら、スプレー、ちょっとこうハードではなくソフトでもない真ん中のラインぐらいですね。で、ちょっとこれを生え際に、で、さらに、ドライヤーで、そして、こっち側の733の部分をかけて、この、フェイスラインよりこの後ろ、この毛を持ってくると立ち上げができますね。前からこう立ち上げる人もいるんですけど、それだとこうちょっとこう昔なスタイルになるので、立体感を作る意味でも、あの後ろから切るようになるんですね。で、まあ、ちょっと奥に動かして、こっち側は、ちょっと毛を追いかけて、空気入れながらこう入れます。そうするとこう S 字バージョンが違うので前髪を下ろしていきます。